ヒメハルゼミは、カメムシメセミ科に分類されるセミの一種。西日本各地の商用樹林に生息し、集団で合唱することが知られる。他のセミは、生息分布域が面であるのに対し、ヒメハルゼミは点で表される。もともと、希少能力が短く、生活圏を広げようとしない性格に加え、生息条件が限られた貴重なセミである。 成虫の体長はオス24から28ミリメートル、メス21から25ミリメートル、羽端まで35ミリメートルほどで、ハルゼミと同じくらいの大きさである。外見も名の通りハルゼミに似るが、ハルゼミより体色が淡く、褐色がかっている。全種の死脈状に2つの反転があり、さらにオスの腹部には、小さな突起が左右に突き出る。頭部の幅が広いが、体は細長い。 オスの腹部は共鳴質が発達してほとんど空洞となっており、外観も細長い。一方メスは腹部が短く、腹部の先端に細い産卵管が突出する。元アシュ、ヒメハルゼミーシーチーベンシスは、西日本の固有種で、新潟県、茨城県伊勢の本州、四国、九州、薬島、アマミ大島、徳之島に分布する。学名の種名チーベンシスは、 千葉にすぐのいである。生息域はシー、カシなどからなる、丘陵地や、産地の商用樹林で、人の手が入っていない森林に、集団で生息する。日暮らしと、同所的に生息することもある。成虫が発生するのは6月下旬から8月上旬、頃までで、他のセミより一足早く、短期集中で発生する。オスの鳴き声は油ゼミに強弱をつけたようで、ギーを、 ギーを、ウィーン、ウィーン、などと表現される。さらに本種は、集団で、合唱をする習性を持つ。ある一匹が鳴き始めると、周囲のセミが、次々と、同調。やがて生息域全体から、鳴き声が聞こえ、同様に次々と鳴き終わる。森林に生息するため鳴き声を聞く機会は少ないが、発生時期に生息地の森林に踏み入ると、 森の木々が泣いているとも表現される蝉しぐれに見舞われる。特に夕方に連続してよく鳴く。走行性が強く、成虫や羽化直前の幼虫は光に集まる。商用樹林が開発、伐採されることにより、生息地が各地で減少しているが、同時に各地での保護活動も盛んである。分布北限に近い3カ所の生息地が、国の天然記念物に指定されている。 他にも自治体レベルで絶滅危惧種や天然記念物に指定しているところが数多い。南西諸島でニア種、一同属種が知られる。その他姫春ゼミ属のセミは東南アジア、中国、台湾にかけての熱帯、亜熱帯域に知られる。ありがとうございます。